はい、皆さんこんにちは、ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットと今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。で、今日なんですけれども、週末ということもあってですね、ニュースは少し少なめです。で、その代わりにですね、ちょっとデータを皆さんと一緒に、見ていきながら、今後の、少し長めのスパンでのビットコインだったりとか、イーサリアム仮想通貨の流れというものを考えていきたいかなと思っております。はい、ではですね、まず一旦ちょっと今の、マーケットを見ていきたいと思うんですけれども、こちらがですね、すいません、ちょっと今イーサー映ってましたが、ビットコインになってます。で、ここ最近ちょっと揉み合ってますけれども、やっぱり、オールタイムハイを一旦、更新して、高値を更新をして、この後どうしていこうかということかと思うんですけれども、結構一旦大きくやっぱり利食いはいろいろと入ったものの、下でやっぱり買いたい人はいるよねと。ただし、ここの高値を、超えていくような、そこでも買っていこうというような、何かしらの決め手だったりとかっていうのはまだないのかなというか、誰かの仕掛け待ちっていうところに今まさにいるんじゃないかなと思っています。なので、何かしらあれば、なくても誰かが買えば、それについていくっていうのはあるかもしれませんが、今のところはなかなか、そういったものがないので、ちょっと動きづらいような展開にはあるんではないかなと思っています。はい、一方でイーサーなんですけれども、こちらの方がアップデートもあったこともあって、どん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 下値を切り下げていって、今上に抜けていってるような状況ではあるんですけれども、これはですね、やはり、イーサーだけではなくて、イーサリアム圏内の、いろんなトークンの、ここ最近の盛り上がりですとか、またメタバースに非常に今注目が集まっていて、後ほどもちょっと触れていくんですけれども、メタバース関連のトークンが、ものすごいんですよね、今。なので、そういったところも合わせて見てみると、ビットコインよりもイーサリアムの方が、イーサの方が、複合的に、総合的にやっぱりサポートされる要因っていうのは大きいのかなと思ってます。一方で、このイーサがやっぱり上昇していく、そういったところの要因の一番の、必要な要素っていうのは、やっぱりイーサに買いが入るということかと思うので、このあたりはですね、急がず、マーケット状況を見ていきながら、しっかりとコツコツと買っていくというところに徹するというのが僕はいいんではないかなと、常々思っております。はい。で、こんなタイミングなんですけれども、非常に今やはり注目されている、今マーケットこの瞬間ちょっと全体的に弱含んでいるような状況にもかかわらず、好調な銘柄というとですね、このような、メタバース銘柄ですね。メタバースというか、NFT なのか、ゲームというか、そういったものの世界なんですけれども、これ3度ですね。これぐらい、今だいたい40%ぐらい1日で上がっていて、こちらマナーですね。こちらディセントラライズドランドっていうものですかね。はい。で、これもだいたい100%ぐらい1日で上がっていたりとか、あとはアリスですね。ちょっと一時期低迷してましたけれども、25%ぐらい上がってますね。これ、来年、もうすでにプリローンチみたいなのはしてるんですけれども、今後、大きく、メタバースというかゲームの中の世界で、いろいろとやっていきましょうというような、この3つのトークンに関しては、今非常に注目をされていると。で、もちろんこれ以外にもいろいろとあると思うんですけれども、今僕が見てるのはこのあたりかなというところですね。やっぱりこのあたりの、銘柄にですね、資金が入ってくるイコール、イーサへの、資金流入、同義語ではないんですけれども、やっぱりそういった、ガス代というところも含めて、いろいろと、関わりが関連があるようなものだと思うので、こういったやっぱり常にですね、NFT だったりとか、次じゃあメタバースなのか、じゃあ次は何かっていうのをやっぱり出てくる中で、やっぱ幅広く使われているのがイーサっていうところは非常に、これは大きなやっぱ要因だと思うんですよね。で、これっていうのは、今ものすごい小さい、いわゆる証券なのかもしれないんですが、証券っていうのはその商売する券とか言って証券ですね。なのかもしれないんですが、今後ですね、メタバースに関しては、大体もう、規模感、として、どれぐらいかな、10兆とか、それぐらいに言われていたりとか、少なくとも10億ドル、約1兆円ぐらいの規模になるんじゃないかという、いうふうに、かなりレンジとしては幅広いんですが、今言われていると。で、そこを取り巻く経済圏内として、幅広く応用されていくのが、イーサになっていくかと思うので、このあたりはですね、やっぱ将来的に、長期的に見ても、かなり、可能性としてもやっぱりあると思うので、このあたりはしっかりと見ていきたいなと思っております。はい。でですね、ここから、いろいろとちょっとデータ見ていきたいんですけども、今やっぱりそのトレンドとして、かなり ET、あの、すいません。
仮想通貨盛り上がってきてるな感は、まあ、あるかないかって言われると、まあ、なくはないんですけど、やっぱりですね、過熱感があるか、まあ、ちょっと前の数ヶ月前のバブルみたいなような状況かっていうと、まあ、そんなことは若干ないんじゃないかなと思うんですよね。で、常にそれを測る一つの指標として僕は見ているのは、こちらになっています。で、これアメリカでどれだけビットコインという言葉が、ワードが検索されているかっていうののトレンドなんですけれども、これですね、昨年の、まあ今年かな、昨年今年、まあ、年末とかぐらいのこの大きく上昇しているタイミングでは、検索の、まあ、ワードがですね、まあ、検索が回数がバチッと伸びているんですけれども、まあ、そこと100と捉えたときに、今っていうのが大体まあ50ぐらいなんですよね。なので、まあそういうことの観点から見ると、まあまだまだなのかなと思う一方で、数年前ってやっぱ今っていうのは、仮想通貨界隈で今投資をしている、まあ、人の属性っていうものが大きく変わってきていると思います。で、これは今までは個人投資家中心だったのが、これからはですね、まあ、どん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 機関投資家の割合が増えていくっていうのが、まあ、トレンドとしてあって、まあもう今すでに起こっていることかと思うんですけれども、まあこれがですね、どん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 進んでいくことによって、またマーケットの動きも変わると思いますし、まあ、今まさにこの変動期ということもあって、結構ですね、今見ていきたいグラフがあるんですけれども、まあ大きく今動いていると思っております。まあ、ちょっと一旦まずは見てみましょう。はい。で、これがですね、取引所における、まあイーサ、まあ、全体のイーサの発行枚数の取引所にある割合なんですけれども、まあ、今がですね、大体、12%ぐらいになってるんですね。で、これと、この動きとですね、イーサの価格の推移っていうのは逆相関の動きになっているんですけれども、まあ、これがですね、やっぱりここ最近非常に機関投資家がやっぱりイーサを買ってるとか、まあ、イーサに関してかなりもう注目を集めているので、まあ、長期でガチホで買いたいなっていう個人も大きく増えてきていると思います。で、かつ今、今後ですね、やっぱステーキングっていうところに大きな注目が集まっている中で、やっぱりイーサに関しては、まあ、来年本当にそういったところの、まあ、一つのまず集大成というか、大きな節目を迎えますよね。イーサ2.0への、まあ、移行アップデートというところがあるので、まあ、それに向けて非常に長期で皆さん持ってらっしゃると。で、そうするとですね、もう全く売る気ありませんっていう人が、やっぱり今イーサを買っていると思うんですよね。なので、取引所からはどん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 イーサが引き抜かれていって、流動性っていうものがどん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 低下していくと。で、そうするとやっぱりイーサの価格に対して、まあ、上昇圧力っていうのがかかるので、まあ、今まさにこういうような動きになっているかと思うんですが、この流れはですね、僕全然収まるその理由っていうのがないと思うんですよね。で、やっぱり今後、例えば2.0に移行したとしましょう。で、そうなった後にどうなるか、じゃあ利食いでものすごく上がったから利食いの売りが出るかっていうと、まあ確実に出るかなと思ってます。で、その一方で、そういった短期的な売りというよりも、やっぱ長期的な観点から考えた時に、おそらくですよ、今後この2.0に移行すると、ポスですよね、なんだ、プルオブステークになりますよね。で、そうなってくると、預けると一定程度の、利回りがもらえるということもあって、おそらくこれ僕の考えるに、おそらくいろんな機関投資家の中で、特にヘッジファンドとか自由が利くファンドに関しては、持っていた米国債を売って、こういった、イーサでステーキングするとかっていうところが、まあ、結構出てくるんじゃないかなと思ってます。と、これはボリュームという観点からすると、最初はものすごくもちろん少ないと思います。ただし、まあ、そういったことを試みてやってみようっていうところは、まあ、一定程度出るんじゃないかなと思いますし、やはり、まあ、米国債ももちろん上下しますけれども、イーサの方がボラティティは高い。ただし、利回りという観点からすると、米国債よりも、まあ、全然いいよねっていうところに、まあ、大きくなってくるかと思います。なので、今後はその定期的な、まあ、利回りというか債券的な運用をしていく中で、まあ、こういったステーキング需要に対しての資金流入がですね、かなり注目されていくと思います。はい。まあそういったこともあって、まあ、イーサに関してはどん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 長期的なトレンド的にも、この取引所におけるイーサの枚数っていうのは、僕はどんどん減っていくんじゃないかと思うんですよね。で、今この過去最高で最低のタイミングで、大体ですね、9%ぐらいまで下がっていったんですが、まあ、これは確実に
軽く 9% を下が、割り込んで、どん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 下がっていくんじゃないかなと僕は思っています。はい。まあ、どこまで行くかっていうのはちょっとわからないですし、どこまで行けばいいのかっていうのもわかんないんですが、このトレンドは変わらないと思いますし、どん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 、機関投資家は入ってくると思います。で、プラスそれに加えて、個人という意味でも、まあ、このマーケットにまだまだ入ってない人って多いと思うんですよね。で、かつ今、多くの国では、まだ、規制が整ってなかったりとか、非常に投資しづらい環境にある中で、今、これだけの資金が仮想通貨市場に、個人からも、機関投資家からも入っていると。で、そういったところを考えると、まだまだこのマーケットへの、可能性っていうのはかなりあるんじゃないかなと僕は思っております。で、じゃあビットコイン一方で、どうなのかっていうところなんですけれども、これがビットコインのですね、取引所における総発行枚数に対しての、まあ、置かれている割合なんですが、まあ、現在ですね、大体が13%、14%ぐらいですね。13%ぐらいですね。はい。で、これも、まあ、機関投資家が大きく入ってきた2018年から19年にかけてから、ピークをつけて、どん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 下がってきているというような状況になっている。で、かつ、今もう国が買ったりとか、企業が買ったり。で、やっぱりこれも、もう売る気ありませんよっていうのは、まあ、いわゆる準備資産みたいな感じで、保有をし始めたと。で、これもですね、おそらく同じように、イーサとまた違った意味合いで、長期保有という形を、取られるんではないかなと思っています。イーサは、まあ、利回りみたいな、利息みたいのが、つくんですけれども、まあ、ビットコインに関してはつかないと。ただし、まあ、長期的に見ていって、やっぱりこっちの方が、まあ、なんていうんですかね、保有する、まあ、その資産を保全する上で、まあ、より今、まあ、ゴールドに近いような位置づけっていうふうに、まあ、されてますけれども、まあ、同じような、感じで、ゴールドみたいな感じで、このビットコインを買うという企業だったり、まあ、今、マイクロストラテジーがどんどん買ってますけれども、まあ、そういった同じような、形で、このビットコインを買う企業も、国も、そして個人も増えてくるんではないかなと、思っています。はい。なので、やっぱり長期的に見てみると、まだ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 、これからの資産だと思うんですよね。なので、やっぱり、まあ、ちょっと冗長的な話になりますけれども、まあ、この流れのトレンドが、まだ続くと思うようであれば、やっぱり、まあ、今買ってというよりか、まあ、コツ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 買って、ずっと、まあ、自分のポジションを積み上げていくっていうのが、やっぱりいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、大きく上がろうが下がろうが、まあ、買っていく。いわゆるドルコスト平均法の、投資法っていうのが、まあ、今後5年、10年考えたときに、まあ、いい結果を生むんじゃないかなと、まあ、思っております。はい。まあ、こんな感じなんですが、まあ、ここからですね、ちょっとニュース見ていきたいと思うんですけれども、やっぱりこういうような長期的な視点を持って、投資をするかしないかっていうところでも、まあ、大きく、まあ、この仮想通貨への向き合い方っていうのは大きく違ってくるのかなと思っています。はい。で、ここからニュース皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネルをサポートしてくださるという方がいらっしゃれば、ぜひですね、チャンネル登録や、あとはベルボタンも押していただけると、非常にサポートになりますので、よろしくお願いいたします。あとはですね、概要欄にもあるんですけれども、今、まあ、本当に登録者が、まあ、2つのチャンネル合わせて10万人超えたということで、1万ドルのプレゼントキャンペーンっていうのをやってますので、ぜひ概要欄から申し込んでいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ではニュース見ていきたいと思うんですが、こちらですね、皆さんもちょっと一時期株式の方を投資されている方は、聞いたことがあったりとか、あとアメリカに住んでたことがある方はですね、ご存知かもしれませんが、AMC というですね、映画館の会社があるんですけれども、まあ、これはですね、ビットコインを支払いで受け付けますよということを発表していたんですが、今回ですね、柴犬トークンをですね、SIV をですね、受け付けるかもしれませんということを現在検討しているそうです。で、これはツイッター上でですね、CEO が、SIV で払うの興味ある人みたいに言ったらですね、大体イエス、ノーみたいな感じで統計を取って、75%ぐらいだったと思うんですけれども、の方が、イエスというようなアンサーをしたということで、ちょっとすみません、どこかマークしてなかったんで忘れちゃったんですが、まあ、そんなこともあってですね、今後、検討をしていくそうです。あ、すみません。85%ですね。はい。まあ、これが、どういう意味をなすかっていうのは正直、あれなんですけれども、今ですね、柴犬のこの SIV トークンっていうのは、ロビンフットでも取引できるようにアメリカですね、なったりとか、あとは先日、バイビットでも取引できるようになったりとか、その大手の取引所にもどん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 採用されてるんですよね。で、そういったこともあって、今、世界中でまさにこの、柴犬のトークンが、
注目されているだけではなくて、実際に取引できるというような、まあ、状況になってきていると。で、これがやっぱりここ最近の大きな高騰に寄与しているのではないかなと思うんですけれども、まあ、ここまでやっぱり非常に浸透していくと、じゃあ実際いろんな、まあ、その支払いに使ってみようかみたいな、この、まあ、ちょっと遊び的なことではあると思うんですけれども、まあ、どん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 導入されていって注目度が高まっていっているというような、まあ、状況かなと思っています。で、今後、まあ、これがどういうふうに使われるのか、まあ、一応このシブトークンというのは自分たちの DEX も持っていて、 DEX っていうのは取引所ですね、持っていて、まあ、そこで取引したりとか、まあ、あとは、スワップというかその利回りをステーキングするみたいなものも、まあ、できるんですけれども、まあ、今後実際にどこまで経済圏を広げていくかっていうのは、まあ、今後注目していきたいポイントかなと思ってます。まあ基本的にはみんな皆さんはですね、おそらく、まあ、結構早いタイミングで衰退していくんじゃないかっていうふうに、まあ思ってると思うんですが、まあ、そこが意外なところでまた復活したりとかっていうのが、まあ、クリプトでもあるので、まあ、横目でですね、見ながら、このあたり注目していきたいと思っております。はい。あとはですね、ここ最近非常に注目をされている、まあ、メタバースという言葉がありますよね。で、まあ、その中でも、まあ、今非常に力を入れているのが、Facebook、メタなんですが、まあ、ここのですね、まあ、子会社というか持ってる、一つのデバイスとして、オキュラスというものがありますよね。で、そこの会社の、CTO の方がですね、メタは、まあ、完全にこのクリプトを、すべて、このプラットフォームに取り込んでいくというわけではないよ、みたいな発言をしていました。で、これどういうことかっていうと、まあ、今後メタバースの世界を作っていく上で、その世界の中でのお金のやり取りを、まあ、仮想通貨みたいなものだけで、全部完結させるつもりはありませんと。まあこれはやっぱりそういうふうにしていくと、アメリカの規制当局からやっぱりかなり厳しい目を向けられるということもあるので、まあ、やっぱりちゃんとドル使いますよとか、まあそういったことかと思うんですけれども、やっぱりですね、まだまだなかなかその仮想通貨だけを使った経済圏とか、まあそういったことをやっていくと、まあ、かなり厳しく政府から監督されたりとか、注意されたりとか、罰金されたりとか、また消費者保護の観点から、こうですよみたいな感じで、本当にいろんな方面から、物言いがつきそうな状況ではあるので、まあ、一応こんな感じでの発言はしていますと。ただし、この世界の中での、まあ、そのいわゆるそのいろんなアイテムだとか、まあ、アプリみたいなのっていうのは、おそらく、まあ、みんな、仮想通貨で、まあ、動くというか、仮想通貨をベースに取引していくっていうのが、まあ、結構な割合を占めていくんではないかなと思うので、まあ、今後メタバースっていうこの世界が、まあ、オキュラスのこの世界がどれぐらい大きくなるかっていうのは、まあ、そしてどれぐらいのスピードで大きくなっていくかっていうのはまだ分かりませんけれども、まあ、今後10億ドル以上の、まあ、規模と言われているこのメタバースの、まあ、世界の中で仮想通貨がどん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 取引されたりとか、まあ、仮想通貨をベースに行われる経済圏っていうのが広がっていけば、まあ、さらにですね、まあ、イーサリアムってところがメインに使われると思いますので、どん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 大きくなっていく可能性は、まあ、あるんじゃないかなと思ってます。まあ、ただし、いずれにせよ、まだまだやっぱり規制当局の目は気になるよねというのが、まあ、今の現状という感じですかね。はい。で、もう一つちょっと気になるのが、SEC がですね、今日か、来週か、ちょっとわかりません。もう、この瞬間出てるかもしれませんけれども、ステーブルコインに対しての、レポートをですね、まあ、今後あれ財務省だったかな、出してくるんですけれども、SEC がなんか今やってるらしいんですけども、その中に、まあ、一応中の人が準備してゲンズラさんに、まあ、最終の承認を得るというふうになった際に、まあ、これはですね、 SEC が今後規制をしていけるような、もしくはしていくぞというような文言を入れなさいということを、指示を受けたそうです。で、まあ、これはどういうことかっていうと、まあ、今ですね、本当にいろんな人たちが、このステーブルコインに対して規制をかけたい、どういうふうに規制を作っていこうか、フレームワークを作っていこうかみたいな感じで、まあ、見てる、もしくはそのアクションを起こしてるんですよね。で、そこでじゃあメインのルールメーカー誰なのかっていうのがまだやっぱり分からない。で、これはやっぱり誰が決めるのかっていうのも正直ちょっと分からないっていうのも一つある中で、やっぱり既成事実を作ってしまおうというのが今ゲリー・ゲンズラーさんがやっていることかと思います。なので、今後ですね、このステーブルコインに対しての、まあ、どのような動きを最終的にしていくかはちょっと分かりませんけれども、ステーブルコインを
まあ、規制していく中で、今の一応その方向性として起こっていることっていうのは、このステーブルコインの運用元に関して、まあ、銀行と同じようなレベルの管理だったりとか、同じような資金の保全ですとか、そういったことをやりなさいというのが今のトレンドとなっています。これどういうことかっていうと、例えば1000億円、ありますよね、お金が。でそれをステーブルコイン発行しますと。でその代わりに受け取った1000億円をドルで、アメリカなので、ドルで持っておきましょう、もしくは限りなくリスクが小さいもので、持っておきましょうというのがメインの話かなと思ってます。なのでそうでなければ、持っている証券とか何かしらのものが毀損した場合、価値が下がってしまった場合、テザーと、例えばその、ステーブルコインと、ドルと一対一で変えられなくなってしまうので、それはダメですよというようなことをちゃんとルール化しようというのが今の動きとしてなってまして、それを監督しようとしているのが、SEC なわけなんですが、これが、正しいかどうか、かは別として、そうなってしまっている。でかつゲリゲンザーさんに関しては結構厳しめの、レギュレーションをやろうとしていると思いますので、こういったところのニュースが出てくることによって、一旦ちょっと仮想通貨のマーケットに重しになる可能性っていうのは、あるかなと思っていますので、このあたりは少し注意をしていきたいポイントかと思っています。はい。なので今のところは積極的に買っていきたいというよりもちょっと今様子を見たいような状況ではあるんですが、やっぱりですね、このアメリカでの規制の状況が今後どうなっていくかっていうのがはっきりしない間は、若干仮想通貨買いづらいっていうのは正直あるよねっていうのが続くかと思います。その一方で、まだ私仮想通貨持ってないんですけど、まだ私たち仮想通貨投資してないんですけどっていうような個人だったり機関投資家がですね、まだまだいっぱいいると。なのでそういう人たちが入ってくることによって価格の押し上げっていうのは正直あると思います。ただしその一方で、いろんな規制がまだ不透明な中、幅広い仮想通貨が買われやすい状況に今後も継続してあるかというと、そこはもう少し見ていかないといけないかなと思ってます。でやっぱりリップルの裁判とかっていうのも、一つ参考になるかもしれませんし、それの裁判が出たとしても、リップルに対して XRP に対していい判決が出たとしても、いやいやそれは XRP だけのケースですよねと、おそらくなると思います。なのでなかなかですね、この仮想通貨に対して、全面的に OK みたいな時代が来るかっていうのはちょっと正直、近い将来はかなり疑問かなと思っていますが、確実にこの規制が整っていくことによって、仮想通貨のマーケットが開かれていくというのはあるかと思うので、より確実性安全性の高い仮想通貨を買っていくという戦略が僕はいいと思っています。でこれはすなわちどういうことかっていうと、まずは第一は、ビットコインですね。でこれに次いで、イーサリアム、イーサで、その次はもう全く分かんないっていうのが今の状況かと思うので、基本仮想通貨へ投資する際の、僕はですよ、僕の場合は 95% は、この2つにしています。で特にイーサの方が多いんですけれども、大体イーサが6割で、ビットコインが 35% で、残り 5% はソラーナかな、ソラーナとか、あることか、ちょこちょこいろんなのがあるんですけども、そういうのにしてます。もうこのちょこちょこあるやつに関しては、あんまりもう値動きもあんまりというかもう全く見てなくて、ちょっとあるなぐらいな感じで、置いてあるという感じですね。将来的に、10倍になろうが100倍になろうがそんなに大きな金額入れてないので、どっちでもいいって感じなんですけど、どっちでもいいというか、そこまで、大きなインパクトはないと、僕は、そんなになることもあんまり期待はしてないで置いてるので、上がってくれたら嬉しいですけど、そんなことも気にせず、ずっと放置してるという感じですね。はい。なのでちょっとすみません、今日ちょっとかなり雑談みたいな感じになってしまいましたが、最後まで聞いてくださった方本当にありがとうございました。このような放送ですね、週末にちょっとさせていただきましたが、やっぱり本当に今日の一番のポイントとしては、大きく取引所から資金がどん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 抜けていって、このトレンドは続いていくんじゃないか、すなわち、仮想通貨だったりとか、ビットコイン、イーサリアムですねに関してはまだまだ、一旦ちょっと下落する局面もあるかもしれませんが、大きく下支えをされていくようなファンダメンタルというのは、ずっと改善傾向に今後もいくんではないかなという話でした。はい、ということで、皆さん今日も動画をご視聴ありがとうございました。
ボイシーだったり他の媒体で聞いてくださっている方もありがとうございます。今後とも何卒よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。